どうも、キノコです。皆さん、武道会イベントも後半戦ですが、いかがお過ごしでしょうか。私はというと、前回の大爆死から若干、モチベが下がりましたが、横取りミスパーが不在のため、ひたすら武道会を周回しています。武道会を周回するにあたり、中級者層や上級者層は知っている方々が多いであろう。2台、周回やタスクキルという周回方法はご存知でしょうか。武道会を早く周回している方は、ほとんどやっているあろうこのやり方。果たして、普通に周回している時と比べて、どのくらい早いのということで、今回の動画では、さっき言った、2つの周回方法を軽く説明しがてら、普通に周回して100優勝、タスクキルをして100優勝、端末2台を使って100優勝、その3パターンで一体それぞれ、どれくらい周回速度に差が生まれるのか、また、どれが一番早いのか、検証していきたいと思います。では行こう。まずは、普通に100優勝するのに、かかる時間を計測します。ちなみにこの時の時刻、深夜2時20分です。それでは、最近金曜、ロードショーで放送された新解釈、三国志でも見ながら、周回していきます。通常周回方法での100優勝が終わったので、次はタスクキルを使って100優勝にかかる時間を計測していきます。タスクキルが何か知らない方のために簡単に説明すると、クリアの画面が出たら、一度アプリを落としてからもう一回アプリに入ります。実はこのやり方の方が、あの、長いロード画面を見るより、はるかに早いのです。それではこのやり方でもう100優勝していきたいと思います。タスクキルでの100優勝が終わったので、最後は端末を2台使って100優勝するのにかかる時間を計測していきます。とその前に2台周回のやり方を軽く説明しておくと、やり方はタスクキルと似ていて、クリアするまではもう1台の端末枠にアカウントに入るギリギリの画面で待機していて、クリア画面が出た瞬間に光の速さでもう1台の端末でプにアカウントに入ります。そうすることにより最速で次の敵と戦うことができ、最速で武道会を周回することができます。それではこの方法で100優勝していきたいと思います。それでは、3つの周回方法での100優勝計測が終わったので、結果を発表していきます。まずは普通に周回する方法、2時20分から初めて100優勝が終わった時刻が3時43分なので、かかった時間は83分となりました。おそらくこの数値が基準となってきます。次にタスクキルでのかかった時間、3時43分から初めて100優勝が終わった時刻が4時49分なので、かかった時間は66分となりました。なんと普通に周回した時よりも17分もの差が生まれました。最後に2台周回でのかかった時間、14時53分から初めて100優勝が終わった時刻が15時47分なので、かかった時間は54分となりました。タスクキルとの差は12分、普通に周回した時との差はなんと29分でした。こちらが今回の検証結果となります。やはり本気で武道会を周回したいとなれば、2台周回が一番おすすめです。もし端末が2台ない方でも、タスクキルをすることでもかなりの時間の節約になります。ぜひ皆さん参考にしてみてください。そして私は完全なる、昼夜逆転生活なーです。ありがとうございました。それではさよならピンピンピストルーは、キューン。